ても大丈夫ですか。はい、改めまして五反田 G プラスにお集まりの皆さん、そして配信をご覧の皆さん、こんばんは。ソロアイドルのカノポンこと鷲山カノです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、じゃあまずは自己紹介をさせてください。身長 144.4cm、特技はロボットダンスのカナポンこと鷲山カナです。ペンライトカラーがですね、実はグリーンなんですけど、これは自分のために持っているわけではございません。今日は美波夏美ちゃんのお誕生日をお祝いしようと思って、緑のペンライトを持ってきました。イエーイ。はい、ということでね、色が被ってしまっているんですけれども、皆さんぜひ緑のペンライトをいっぱいたくさんね振って応援してくれたら嬉しいなと思います。はい、ちょっとね、いろいろ持ってきちゃったんですけど、このポジティブモンスターのうちわ可愛くないですか。めちゃくちゃこれ、グッズで多分持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、さっきですね、プロデューサーの森風花ちゃんからなんとプレゼントしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうめちゃくちゃ嬉しい。これ本当に可愛くてめちゃ欲しかったから、普通にね買おうと思ったんですけど、プレゼントしていただいて、今日はもうね、なっちゃんのお誕生日をもう盛大にお祝いしたいので、いろいろ持って参上いたしました。はい、私はですね、普段ポジティブモンスターの振り付け、ガチ恋危険注意報という曲の、振り付けをやったり、レッスンをさせていただいたりもしてるんですけど、ちょっと普段あんまりそういう話をすることがないので、今日は MC で喋ろうかなと思って、南夏美ちゃんは初めて、レッスンした時にもうなんか一番もうなんか固まってた、もうなんかもう硬直みたいな、みたいな、これ踊るのですかみたいな、もうなんか本当にみんなが難しい、できないとか言ってる、なんかもうみたいな感じで硬直してた印象がすごい強くて、なんか大丈夫かなってすごい思ったんですけど、その次のレッスンに行ったらなんかもう全然普通に踊れるようになってて、めちゃくちゃ家で練習したんだなっていうのがすごい分かって、もちろん他のメンバーもみんなちゃんと練習してきてくれて、すごい成長にいつもびっくりしてるんですけど、中でも南夏実ちゃんはなんかインパクトが強いんですよ。最初に硬直してもう白旗完全に上げてますみたいな、もう無理ですみたいな状態を見せておきながら全然ちゃんと練習してやってくるので、どれだけお家で練習してるのかなと思って、いつも本当に私も尊敬してるし偉いなって思っていますとかっていう話をね、あんまり普段することがないので、今日ちょっと MC で喋りたいなと思ったんですけど、あと南夏実ちゃんとの思い出は思い出もそうなんですけど、あともう一個レッスンのなんか話したことない話で、結構南夏実ちゃんは正確にリズムを取ったりとか、お手本のも真似をするのがめちゃくちゃ上手なんですよ。なのですごい癖のない綺麗なダンスをいつも踊ってるので、難しいリズムでもちゃんとリズムが刻めてるから、意外とメンバーのお手本に したりする時もあるんですよね。ちょっとなっちゃんのがすごい上手だから、あれ見て練習してとか、もちろん一人一人得意なことがあって、その時に真似してもらうんですけど、結構お手本になることも多いので、やっぱ姫の努力がすごいなと思って、私も負けていられないなっていつもすごい思い、なんか話してて泣きそうになってくるぐらい本当に努力家の、女の子なんですよ。すごいだからここにいる皆さんがめちゃくちゃなっちゃんのこと応援してるっていうのも私もよくわかるし、なんか今日は一緒にお祝いできてすごい嬉しいなって思います。はい、いい話だ、いい話だ。そう、あともう一個南夏実ちゃんとの思い出は、なんか結構最初人見知り、私も人見知りなんですよ。でお互い人見知りしてて、他のメンバーとかと遠征とかいろいろ行ったりしたんですけど、写真を撮ろうみたいな
なった時に、まあ、天音みことちゃんとかは大体いつもカルセットムショーみたいな感じですごいあの寄ってきてくれるからわ、撮る撮ろうみたいな感じで撮って、でも他のメンバーとも撮るんですけど、なっちゃんと私どっちも人見知りだから最初多分1回目とかは撮らなかったかもしれないけど、なんか初めてカナさん写真撮りましょうみたいな言ってくれた時に、あー嬉しいと思ってめちゃくちゃあの喜んで写真を撮ったのを覚えてるので、なんか本当に、なんだろう、真面目で頑張り屋さんでちょっと人見知りなんだけど、なんかみんながめっちゃ応援したくなるよみたいな気持ちすごいわかるなと思って、私もめちゃくちゃ推しメンなのでね、今日はみんなで一日最高にお祝いしていきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあなっちゃんとの思い出をたくさん語ったところで、次の曲いきたいと思います。聴いてください、流線メトロノーム。橋山かな、これで最後の曲になります。みんなで楽しめて行こうよ。カチカチと部屋に響いている、時を刻んでるように腕を振る君が歌えば、私の体に命が
当にありがとうございました。みのみなつみちゃん、そしてポジティブモンスターのみんな、そして森ふうかちゃんに出会えて私はとっても幸せです。そして今日ここで一緒に、ライブを楽しんでくれた皆さん、配信をご覧の皆さん、本当にありがとうございました。この後もいっぱいお祝いしていきましょう。それではわしやば